分類学とは、生物を分類することを目的とした、生物学の一部にや、生物を種子の特徴によって分類し、体系的にまとめ、生物多様性を理解する。なお、講義の分類学では無生物も含めた事物を対象とする。歴史的には、博物学にその起源があり、古くは鉱物などもその対象としたが、 それらの分野は分類学という形で発展することがなかった。以下の序述では競技の分類学について行う。分類学はこの世に存在する、あるいは存在したすべての生物をその対象とする。現在存在しない生物については個生物学が分担するが現在の生物の分類にも深く関わりがあるため、それらはまとめて考える必要がある。実際には 個々の分類学者はその中の特定の分類群を研究対象とし、全体を見渡した分類体系をその対象にすることのできる人はあまりいない。分類学は本来は進化論とは無関係であったが、現在では近い度、牛を集め分類群を作成することで、系統樹が作成され、分類学は進化を理解する上で重要な役割を持っている。 生物の世界で分類学が成立することは生物の重要な特徴の一つである。分類学が成立するためには以下のようなことが必要であろう。まず、生物は種に分かれている。つまり、まず、生物には細部にわたって同じ構造、機能を持つ個体が複数存在し、それらが生殖によって同じ構造、機能を持つ個体を再生産している。しかも、 それらとは違った構造、機能を持ち、同様の個体を再生産する群も存在し、それらの間にはっきりと見分けがつく。このような群を種と呼ぶわけである。次に、種はそれぞれに固有の特徴を持つが、種を互いに比べたとき、基本的な部分は似ているが、細部で異なった種が見つけられる。それらをまとめることで、ある程度、基本的には似ている種をまとめられる。 それを族と呼んだり、とかと呼んだり、とにかくそうして作ったグループを見比べると、それをさらにまとめることができ、このようにして、次第に大きな群を作ることができる。それらの群を分類群という。実際には、すべての場合に、このようなことが見られるとは、いいがたいが、大部分の場合にはそうである。このような事柄は、生物以外のものではなかなか成立するものではない。 分類学者はそこに何らかの意味が存在することを認め、正しい分類をすれば、生物の分類軍艦の正しい関係を見つけることができることを確信する。その関係のことを類縁関係、それによって組み立てられた分類体系を自然分類と呼ぶ。類縁関係を進化という現象によって理解し、分類体系を再構成しようという考え方が進化分類学である。 生物を大きく仲間分けすることは古来普通に行われてきたことであって普通名詞に含まれる生物の名前はすべてその過程の産物であるこの場合の分類は人間の生活上の都合が良ければそれで良いものであるこのような分類法を人為分類という日本語では例えば獣といえば哺乳類を対象にしており現在の分類学とほぼ一致するが 魚介類は、赤作動物である魚類、軟体動物である貝、節足動物であるエビやカニまでがもそこに含まれる。しかし、魚屋で扱われる生き物というくくりとして、実用的には便利なまとめ方である。西洋の博物学の歴史の中では、どのような分類が正しいのかが検討され続けた。自然の仕組みを正しく理解することへの欲求がそれを推し進め。 あるいは世界を作った神の意志を押し量るためでもあったと思われる。そのような中から生物の分類には何か唯一の正しいものがあると考えられるようになった。例えば、クジラは魚介類ではあるが実際には魚類ではなく哺乳類に分類すべきだと判断するのである。それを自然分類という。ここから分類学は自然分類を探し求めることがその目的になった。 その始まりがカール・フォン・ギンネであった。なお、どのような分け方が自然分類にあたるのかは最初は当然わからないわけで、すでにある分類体系を検討し、個々の生物についての知識を増し、それをもってさらに体系を再検討することを繰り返していくことで、いつかは正しい自然分類にたどり着くと考える。当然、その途中の段階では、 自然分類ではない分類法が取られることになる。それは、その時点では、分類に重要と考えられた特徴に基づいて、分類されたものだが、後代からはこれを特定の特徴に引きずられ、誤った判断に基づく、人為分類と言われることになる。輪廻は分類学の父とも呼ばれる。彼の行ったことは、以下のようなものである。分類学は、その学問における位置づけが味方によって、 大きく変わる。一方では、博物学的で、網羅的、記載的な学問であり、古臭いものだとの見方がある。これは往々にして、生命科学を標榜するような分野からの視点である。このような分野では、生物の個々の種などは、あまり重要でなく、すべてに共通するような生命の基本的な性質に関心があり、それを解明するためには、 少数のモデル生物さえあれば良いのである。他方、生態学など、個々の生物種に関わる分野では、すべての始まりが分類学だと考えられている。彼らが扱う、様々な生物が、一体何という名であるかが確定しなければ、それに関して記録することすらできず、またその結果を他者のものと比較することもできないからである。 いわば分類学は生物の戸籍作りを期待されている。しかし、分類学は他方においてあらゆるその他の分野の成果を元に作られる。古典的には、形態が重視され、この点は現在でも変わらないが、生物に関する新しい技術や知見はすべて分類学に反映される。比較解剖学からは、機関の構造が、発生学が進めば乱活様式や汎用が、 生科学が進めば、アミノ酸の合成経路や、脂肪酸の成分比、細胞学からは、染色体が、分子遺伝学からは、DNA の塩基配列が、いずれも分類学に利用され、その度に分類体系は見直しを受ける。しかしながら分類学はどうしても古めかしい学問と思われがちである。やはりそんな世間と、生命科学分野の視線がプレッシャーとなるのであろう。 分類学者には一定の不満が蓄えられているらしい。とある生物の分類の項にそれが吐き出されたらしい以下のような文章を見つけた。分類学は見方によっては古典的と映るかもしれないが、クラシックの音楽やバレエが芸術を表現し続けると、同様に分類学は生物界の構成を表し続ける基盤である。現実には、 ほとんどの分類学者はどれかの分類群を専門とし、その中で種の扱いをいじってその時を過ごす。種の判断がしっかりしていることは分類学の基礎であるから当然ではある。新しい種の記載には厳格な基準が設けられているが、記載しようとしているものが新しい種であるかどうかの判断は当人に任せられざるを得ない。すでに記載されていたものを記載してしまう場合もありうるし、 その後の進歩によって細かいことが分かってすでに記載されている種を細かく分けたり統合する必要が出る場合もある。そのような作業が分類学者の仕事のかなりの部分を占める。正しい分類を模索して分類学者は生物のあらゆる形質を利用する。外形の特徴、内部の構造、様々な器官の構造と機能、それらを検討し新しい発見があれば、 それが分類にどのように使えるかを考える。動物の場合、工事分類では体全体の基本構造や器官の構造が種の分類では細部の形質が重要視される。特に体内受精をする者では生殖器の構造が重視されることが多い。動詞と思われていたものが行動の観察から別種と判明、その後に 形態上の異が見つかるという経過をたどったもの複数例ある。植物では、遺憾束などの基本的構造のほか、生活感のあり方なども重視される。植物は未だに進化を続け、まだ知られていない植物もあるので分類が完成していないと言われている。草類では、かつては、同化色素の種類が重視されたが、現在では、弁毛や葉緑体の構造など微細な構造に、 重点があるようである。細菌類では物質代謝能力で分類を行う場合が多い。近年では DNA-DNA 分子交雑法1 6へするな系統解析などでの分類に比重が移ってきている。形態的特徴に注目した記載が主であったが、分子生物学の発展以降 DNA の塩基配列を比較することによる分類も行われている。その結果が 古典的な分類体系とは相入れない場合も多くあり、現在は流動的な状態にある。また、そのような発展の中から原生生物における系統が次第に明らかになり、それが深核生物の中での系統関係に対するこれまでの見方を完全に変えた面がある。分類学的研究はもちろんそれ自体が関心の対象であり得るが、手段、 内視は途中経過として考える場合もあり得る。例えば、生態学的研究の場合、その地域の生物症がある程度以上判明していないと全く手のつけようがない。したがって、まずは生物症の解明、つまり分類学から始めなければならない。日本の動物生態学の初期の重鎮であった宮地伝三郎は、炭水の生態学に関心があったが、そのために、 まずその弟子に日本の主要な淡水動物の分類群を割り振って分類学の研究を進めさせた。もっとも手段ないし途中経過がいつの間にか目的になってしまう例もなくはない。飛び虫の研究家である吉井良蔵は生態学的研究を目指しそのためにまず分類に手をつけ結局これが一生の仕事になった胸を述べている。ササラダニの研究家である 青木純一もやや似たことを述べた。なお、生物学者がどれかの分類群の専門家であることは、かつては当然のことであった。分類学者はその方として、大きく二つに分かれると言われる。分類群をできるだけ細かく分ける方と、できるだけ大きくまとめる方である。前者を細分主義者、後者を一括主義者と呼ぶ。伝統的な分類学では、 様々な形質のうち、どれが重要な形質であるかを判断するという方向性があった。しかし、このような見方は一部の目立つ形質だけを恣意的に重視することになる傾向がある。例えば、鳥類は羽や翼の存在を重視して、爬虫類と別の分類群とされてきたが、系統的には爬虫類の中に含まれる。これに対し、できるだけ多くの形質を扱い、 数量的に比較して分類しようとする立場が表形分類学と呼ばれる。この立場は必ずしも進化上の系統を重視しているわけではない。一方、伝統的な方法論を無視するわけではないが進化的系統を重視する立場が進化分類学と呼ばれる。これは日本語では系統分類学と呼ばれることも多い。さらに徹底して、 正確に進化的系統のみに基づいた分類を目指す立場を分岐分類学と呼び、ビリー・ヘニッヒによって1950年代から主張された。これは、英語では、ファイロジェネティック・システマティックスとも呼ばれるが、上記の日本語でいう系統分類学とは異なる立場である。なお、分岐論的な系統のみを重視する生物命名法として、フィラコドが提案されている。これは、 従来の命名法のような属、か、目といった階層を使わず、系統のみで生物種を特定する方法である。現在では、形質発現の大元となると考えられる、遺伝子の DNA 配列を調べることが容易になり、これを比較して、系統を推定する方法である分子系統学が、急激に発展している。高田編、P26。ありがとうございます。